マリア・ユゼファ・ベッセルは、元ポーランド王子、コンスタンティブ・ワディスワフ・ソビエスキの妻。オストロビエツの大官スタニスワフ・ベッセルと、妻バーバラ・シュターレンベルクの間の娘。母が、ポーランド王ヤン三世・ソビエスキの娘テレサ・クネグンダのガバネスを務めており、ソビエスキ家と、主従関係にあった。おそらく、 1702年より亡き王の長男役部、ルドビク・ソビエスキの所領をおわば公領の小宮邸に出資した。1708年11月、グダニスクでソビエスキ家の罰子、コンスタンティブ・ワディスワフ・ソビエスキと結婚。この婚姻はソビエスキ家の親族、特にシュートメの元をリシェンカの反対にあった。結婚後間もなく夫は彼女を置いて家を出て行き。 1711年には婚姻の解消に向けた手続きを始めた。マリア・ユゼファもこれに応じ、1719年5月までにマリシェンカ王妃の建てたワルシャワの秘籍修道院に入り、婚姻解消の手続きを進めようとした。1720年、夫はマリア・ユゼファの住まいとして、帝身フランチシェクマントイ・フェルキエウピンスキから、ワルシャワ市内の邸宅を購入した。 1724年、婚姻解消手続きは停止され、婚姻は有効なままとなった。1725年11月には、夫婦間の財産継承贈与に関する契約が結ばれた。同年末、マリア・ユゼファは男児を死産したという説があるが、おそらく事実ではない。1726年7月26日に、コンスタンティは死去した。1727年春。 マリア・ユゼファは、偽契約プルドビク・ソビエスキと財産契約を結び、一年半に限って、コンスタンティの医療だった重慶エポボモジャニ及び、タルノーポリを管理する権利を認められた。彼女は、契約期限の切れた1729年1月に、重慶エ城を去って、ルブフに移った。さらに、シレジアのピリツァに城を買い、近隣の13の村落を合わせて購入した。 1731年から1740年に、かけ、マリア・ユゼファは、ピリツァ城を館として使用するため大々的に、改築した。また、ピリツァに、フランシスコ会計の修道院を建てた。1753年、オいのテオドールベッセルに所領を売却し、再び、ワルシャワの秘籍修道院での修道生活に入った。1761年1月4日動員で、 乳がんのため死去。遺産は、おいやめえに譲られた。埋葬式は1761年1月7日、ワルシャワ新市街政カジミエ主教会で行われた。彼女の母妃は1944年のワルシャワ放棄に伴うドイツ軍の空襲で破壊された。ありがとうございます。